ナンバーアンダーラインアイ NHK ミュージックエキスポ2024舞台裏で見せたメンバーの絆に涙が止まらない、岸さんがとぼけたことを言うと、すかさず平野さんがツッコミを入れ、神宮寺さんがニコニコと二人を見守る。2024年の夏、お茶の間を熱狂させた、NHK ミュージックエキスポ2024。数々のアーティストが出演する中、ひときわ輝きを放っていたのがナンバーアンダーラインアイの三人、平野翔さん。 ささんん神宮寺優太さんでした番組放送後 SNS 上は「ハッシュタグナンバーアンダーライン愛」の「#」ハッシュタグであふれ返り彼らの仲睦まじい姿やパフォーマンスを絶賛する声が後を絶ちませんでしたあの日お茶の間を包んでいたのは単なる音楽の力だけではありません彼らが長年かけて育んできた絆の力がお茶の間の私たちにも届き感動を生み出したのではないでしょうか 番組を見ていた多くのファンが心をつかまれたのは、彼らがステージ裏で見せた自然体な笑顔でした。本番前の緊張感漂うスタジオ、そこでも3人はまるで昔と変わらない少年のように、じゃれあい、笑い合っていました。岸さんがとぼけたことを言うと、すかさず平野さんがツッコミを入れ、神宮寺さんがニコニコと2人を見守る。そんな彼らの姿は、私たちファンにとって、まさに癒し、そのものでした。 彼らの笑顔は私たちに多くの大切なことを教えてくれます。それはどんな時でも笑顔を忘れずにいれば周りの人を幸せにできるということ。彼らはデビュー当時からさまざまな困難やプレッシャーに立ち向かってきました。それでも彼らは常に笑顔を絶やさず前向きに進んでいく姿を見せてくれました。その姿は私たちファンだけでなく多くの人々に勇気を与えてくれたはずです。 彼らの魅力は、もちろん笑顔だけではありません。ステージで見せる、息の合ったパフォーマンスもまた、多くの人の心を引きつけてやみません。力強い歌声、キレのあるダンス、そして観客を巻き込むパフォーマンス力。そのどれもが、彼らの絶え間ぬ努力のたまものであり、プロフェッショナルとしての矜持を感じさせます。しかし、彼らの真の凄さは、 その完璧なパフォーマンスの裏側にある思いにあるのではないでしょうか。彼らは、ただ単に技術を披露するのではなく、自分たちの音楽を通して、見ている人に何かを伝えようとしています。それは、時に希望であったり、勇気であったり、愛であったりします。彼らの音楽には、人の心を動かす力があり、聴く人の人生に寄り添う温かさがあります。2024年の NHK ミュージックエキスポのパフォーマンス後、あるファンは、彼らの歌を聴いて、涙が止まりませんでした。彼らの歌声は、私の心に直接響いてくるんです、と語っていました。また、別のファンは、彼らのパフォーマンスを見ていたら、自然と笑顔になっていました。彼らの笑顔は、まるで太陽の光のように、私の心を温めてくれます、と語っていました。彼らの音楽が、 これほどまでに多くの人々の心をつかむのは、彼ら自身が、その歌に込めた思いを、全身全霊で表現しているからでしょう。彼らは、技術だけではない、魂を込めたパフォーマンスをすることで、見ている人の心を揺り動かすことができるのです。ナンバーアンダーライン愛の三人は、これから先も様々な挑戦を続けていくでしょう。しかし、どんなに困難な壁にぶつかっても、 彼らならきっと乗り越えていけるはずです。なぜなら、彼らには、揺るぎない、絆と、ファンからの熱い応援があるからです。彼らの未来が、光り輝くものであること、そして、彼らの音楽が、これからも多くの人々に愛され続けることを心から願っています。2024年の夏、音楽の祭典、NHK ミュージックエキスポ2024でのナンバーアンダーライン愛の登場は、 音楽業界のみならず、広く一般の人々にも強い印象を残しました。特に、彼らの舞台でのパフォーマンスや舞台裏での素顔は、多くのファンの心をつかみ、その後のオンラインコミュニティや SNS で大きな話題となりました。この記事では、彼らがなぜこれほどまでに愛される存在であり続けているのか、そしてその背景にある要素について深く釣りしてみます。まず、ナンバーアンダーライン i のメンバー、平野翔。 ユータ神宮寺勇太が特別である理由の一つは彼らが持つ人間味です。音楽業界には多くの才能をあふれるアーティストが存在しますがナンバーアンダーライン愛は単なる技術的なパフォーマンス以上のものを提供しています。彼らが舞台で見せるエネルギーやシンクロニシティももちろん重要ですがファンたちが特に心を動かされるのは彼らが見せる元の姿です。平野翔は クールな外見と感情豊かな内面を持ち合わせています。彼の笑顔やメンバーへの優しいジェスチャーは、多くのファンにとって癒しの源です。彼のその姿は、表面的なものではなく、間に仲間を思いやる心から来るものであり、それがファンに強い共感を呼び起こしています。ガンユータは、リーダーシップを発揮する一方で、親しみやすさも持ち合わせています。彼が仲間たちと冗談を交わす姿は、 まるで自分たちもその一員であるかのような親近感を抱かせます。神宮寺勇太は、グループのバランスを保つ冷静さを持ちながらも、時折見せる明るい笑顔でファンを魅了しています。このように、彼らの魅力は、歌がうまいや、ダンスがキレがある、といったスキルにとどまらず、彼らが舞台裏で見せる自然体の姿、そしてメンバー間の深い絆が重要な要素となっています。ファンたちは、 彼らの成功や成長を見守りながら、彼らと共に歩んでいる感覚を得ることができるのです。さらに、彼らがファンと築いてきた信頼関係は、まさに、共感の象徴と言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、過去に多くの困難や挫折を経験してきましたが、それを乗り越えて現在の成功を手にしています。彼らの成長の過程を見てきたファンにとって、 彼らの成功は自分たちの希望や夢を投影するものであり、そのため彼らのステージでの輝きはファン自身の力にもなっています。彼らの音楽活動もまた、人々の心を捉える大きな要因の一つです。ナンバーアンダーライン愛が作り出す楽曲は、愛や友情、希望といった普遍的なテーマを扱っており、どの年代のファンにも共感を呼び起こします。彼らの歌詞は、単なるエンターテイメントの枠を超え、 聞くくく者の心に深く響くメッセージを届けていますまた彼らのパフォーマンスは常に進化し続けており新しい挑戦を恐れない姿勢が多くのファンに勇気を与えています2024年の n h k ミュージックエキスポは彼らにとってもファンにとっても特別な瞬間でしたそのステージは彼らがこれまでのキャリアで培ってきたすべてが結集されたものでありファンはその瞬間に立ち会えたことを誇りに思いました 彼らが放つエネルギーや感情の表現は、観客に深い感動を与え、彼らの音楽が持つ力を改めて認識させるものでした。これからもナンバーアンダーライン愛は、さらなる挑戦を続け、多くのファンを魅了し続けることでしょう。そして、その背後には、彼らを支え続けるファンの存在があります。彼らの笑顔がファンを癒し、ファンの応援が彼らに力を与える。その相互関係は、 まさに音楽と愛情が交差する美しい瞬間を生み出しているのです。未来に向けて、ナンバーアンダーライン愛は新しいステージへと進化し続けるでしょう。彼らがこれまでに築き上げてきたものを土台に、さらに多くの人々に音楽の力を届けていくことは間違いありません。そして、私たちファンもまた、彼らと共にその道を歩んでいきます。彼らの成長を見守り、その度に参加できることは、 私たちにとって大きな喜びででああり、誇りでもあり誇もます。ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループ以上の存在です。彼らは私たちにとって希望であり、勇気であり、そして人生を共に歩む仲間なのです。彼らの成長を見守りながら私たちは彼らと共に笑い、時には涙を流し、その成長の旅を共に歩んでいくでしょう。